愛知県豊明市にあるアズールさんにやってきました。なんと今週はですね、僕が今一番欲しい車こちらです。じゃん。ただのラングラー、そうじゃないですね。これ392って書いてありますわね。はい、これ何かというとエンジンの大きさを表してるんですね。そうです、392キュービックインチ、はい、6.4リッターです。あのエンジンを乗せた、あの昔俺が乗ってた、あ、ね、持ってたあのジープってこいつです。どうぞ。ダン。これね、良かったんだけどエンジンがしょぼい。 3.5V6 もうね、ムカつくの。あのベンツの AMG663 に煽られるわけよ。お母さんって踏むけど向こうシューンって言っちゃうの。だけどこれね、63 の、AMG と晴れるよね。晴れます。これは晴れますね。俺ね、俺 もう1年ぐらい前に知って、これで言ったらもうプレミアムで手に入らないと。で、何かと言ったら 6.4 で、あともういろんなことがあれですよ。これホイールもこの専門のホイールが入るんですね、専用の。そうです、これ専用の、ねね、392の専用ホイールですね、はい、これが、ね、これトライアル、何て言うの、レッド、トレイルレッド、レーデッド、まあそのオフロードに 4x4 ですよっていう。なるほどね。これで、まあ、色がね、俺ちょっとこの色がそんなに俺好みじゃないんだけど、ね、もうちょっと明るい色が好きなんですけど、これ新車ですね、これね。新車です、ね、これうわね、これまあ内装そんなに変わり映えしないんだけど、でこいつがねすごいんですよ。まず 6.4 のねエンジンスタート、これか。切り替えできるんですよね。切り替えできます、ね、こんなもんですけど、でね、あとは屋根、前は取り外しだったんですけど、これねワンプッシュ、じゃんじゃじゃーん、スライドオープンです。フルオープン、これがいい、これがいいね、便利ね。これが便利。前は雨降られたらさ、スタンドに逃げ込んでたもんね。もうみんな一生懸命やれやれってなるところですね。ちょっとエンジン見ましょうか。エンジン見ましょう、ね。じゃあ向こう側お願いしていいですか。はい、はい、真ん中だったかな。じゃんじゃじゃーん。通常のラングラーが同じとこにあれば、多分エンジンのこう大きさとかも全く別なんで、ちっちゃいです。こんなちょっとこうドーンとしてないですね。もっとこじんまりした感じになってます。なるほどな。これ多分ね、これの給排気キットとかそういうのってまだパワーアップできると思う。あ、ですね、絶対出ると思います、ね、絶対ある、はい、俺のやつが、俺東京でそれつけた、はい、あの東京の業者がいて、はい、だもう帰りにその給排気システムとあのコンピューターと変えたの違いが分かったもん。あ、本当ですか、うんうん、こっち助手席ですけどね、え、これ欲しいな。シートとかにももう専用の刺繍が392って入ってますね。ジープはやっぱ遊び心ありますね、うん、あ、そう、こういうとこに昔のジープが登ってるよとか、あ、そういう絵がちょっと隠れジープ的な、へ、はい、ちなみにこれ乗り出し価格いくら、ここで。これ新車、大体新車なんで乗り出しで1600超えてくるぐらいだと思いますね。そうか。いやね、俺ね、これこの色っていうのはちょっと地味だからあれだけど、そしたらあの木本君に言ったら、はいはい、たくさんそんなもうそんなキャンディーブルーとかキャンディーレッドとか探さずに、好きな色、そういうキャンディーブルーでもレッドもいいけどラッピングした方が早いっすよって、うん、その方がもう全然あの そんな色高いの探すよりって、あ、そうか、ラッピングっていう手もあるかと思ってね、はい、ではそうしようかなと思って、まあ、最悪剥がせますからね。そうだよね、その色がいいじゃんね、はい、というわけでこの後ちょっと試乗させてもらってもいいですか。そうです、もちろんです、ね、あのこれもナンバー付きですなんで、ちょっと試乗ちょっとくるっと、はい、はい、それでは392ヘミ、はい、まだアクセル踏んでませんよ。でも基本的に僕らの乗っとったあのジープと
変わんないですね、まあ、作り的には同じです ね、はい、インテリアはこれある程度防水になってるんですよね、ジープって。そうですね、でそうオフロードとかで雨濡れたり、あの川の中入ったりしてもいいようにね、はい、作りはタフですね、やっぱり、足もまあまああれだね。そうです、ね、結構がっちりしてね、ハーブだね、はい、でロードノイズもそんなに言うほどないしね。そうですね、うん、これいいな、これはいいですね、これは俺を本気にさせるな、これな。ちょっとやっぱりジープってパワーが欲しいなって時が絶対出てくるんで、3.5 の時はさ本当に悔しかったもんな、ゲレンデに煽られた時は。これは勝てますね、えこれは勝てます、やれるよね、これはいけるよね、いやいやいや、どうにかする手に入れる方法ないかなどこにかどうにかする手に入れる方法ねえかな、これいいな、これちょっと一回あげるよ、はい、これね、これがね開放感はすごいですよ ね、最高だよね、これこれいいよ、これいいよ、これいい、これ最高ね、えこれどうですかね、これ夏とか明けて海行かれる方とかもおられると思うんで、ね、そうだよね、前の時は朝大変だったけど、これいいわ、このオプションだけでもやっぱり高いんでしょ、これが日本車だと、うん、正規ディーラーでも一応あるにはあるんですけど、限定車にしか付いてないんですよ、日本車で付いてるのがあるんだ、あるんですけど限定車しか付いてないですね、このところオープンスライド、そうです、あの屋根が、そうです、392になると基本的にはこの自動のルーフになりますね。でもさ、ディーラー車はね、ディーラー車で良さがあるんだろうけど、はい、ディーラー車は右ハンドルしかないじゃん。そうですね、基本的にはそうなっちゃいますよね。これはね、もうアメ車のディーラー車は右ハンドルしかないじゃん。そうですね、基本的にはそうなっちゃいますよね。これはね、もうアメ車の右ハンドルっていうのは性に合わないんだよね。ね、左だよね。やっぱそこが昔からのステータスっていうか、アメ車、外車って言ったらもう左でっていうのは。そうなっちゃうんだな。そうなんですよね。これはいいわ。これはいいわ、本当に。低速でもやっぱりトルクがある分、結構スーッていってくれますし、ね、パワー欲しいなと思うときはグッと踏めばドカーンといってくれるんで、まあだけど燃費のことなんか考えたら乗れねえな。ね、6.4 リッターはちょっと。ね、多分俺の予想では5走らないな。間違いなく。まああと4駆システムにしたら、うん、もう多分もうちょっと下がるかもしれないですね。いや、フルタイムではないんだね。フルタイムじゃないんですよね。肉にも変えれますし、4駆にも変えれるっていう感じなんで。普段に4駆いらないからね。普段は使わない。俺もジープ乗ってた時に4駆にしたこと一回もないもん。一回もない。やり方も知らないもん。多分大抵の方そうだと思います。ねえ、はい。肉で何の問題もない。さあね、というわけでジープ試乗させていただきました。思った以上にいいですね。いやーすごかったですね。ねこれいい車だね、本当に。これは本当にいい車です、ね、いやーやっぱ思った以上に良かったな。というわけでね、今回もうね、もう全部頭の中にあの、もうマフラーも全然違う風にして、うん、このマフラーじゃちょっと物足りない、はは、うん、もう全部もう 今乗っただけでもカスタムが全部頭に浮かんだ。お、はいはい、もう人と全く違った、はい、世界に一台だけの。そりゃそうですよね、一回やってみたいと思います、またね、はい、はい、というわけで今回ね、豊明のアズールさんアメ車展やってまいりましたけどもね、はい、まあね、チャレンジャーもそうですけど、たくさんのラインナップあって、はい、そしてねこちらのジープも、まあ、今からもっと入れる予定ですか。そうですね、やっぱりこれもなくなっちゃうんでしょ。これも多分なくなっちゃうと思います。こんな最後ですよね、 6.4 もう 6.4 がなくなっちゃうんで、ほら言ったこっちゃない。というわけでね、今回は
アズールさんのね、はい、豊明にあるアメ車店、はい、お邪魔しました。ありがとうございました。ありがとうございます。